男子ゴルフの石川遼、30、イコールカシオイコールが24日。高知、コチ黒潮 CC で記者会見を行い。米国から帰国後の新型コロナウイルス対策の自主隔離中に不適切な行動があったことについて、一国民として認識が甘かったなどと時折、涙を流しながら謝罪した。22年も日本ツアーを主戦場とする考えは表明したが、復帰時期については未定とした。同コースでは25日から4日間、カシオワールドオープンが開催されるが、1ヶ月間の出場停止処分を課された石川遼は出場しない。髪の色を茶から黒に戻し、上下黒のスーツ、紺のネクタイを締めた石川遼は言葉を詰まらせ、涙をこぼした。本来は自分一人としての責任が、選手会としてどうするかという形に発展してしまって、選手会長にそういった思いをさせてしまって、一番申し訳ない。自身の後継で会長を務めると時松孝光、28、への心苦しさが込み上げた。本当に自分は馬鹿だなと思います。自らへの怒りと後悔の涙だった。会見の冒頭では立ったままマイクを持ち、謝罪した。帰国後の自主隔離期間14日間に取った行動において、コロナ感染対策にご尽力をいただいている皆様をはじめ、いつも応援してくださっている皆様、やじいてよの皆様、選手会の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでしたと深々と頭を下げた。今月上旬に一部報道で、自主隔離期間にゴルフ場で複数人でのラウンドや会食をしたことなどが発覚した。約2週間が経ってから初めて公の場で口を開いたことには、時間が経つにつれて自分の口から直接お詫び、説明することが必要なのではないかという気持ちが強くなり、私の方から所属先のカシオ計算機の方にご相談させていただき、この場を設けさせていただきましたと説明した。振動も見受けられた。45分にわたる会見中には、咳込む場面もあった。1週間以上止まらなくて、風邪気味なのかな。咳がちで練習は1回もしていない。ずっと家にいていろんな方に連絡をしたり、お詫びをしたりと近況を明かした。失った信頼は大きく、一人の国民としての認識が甘かったと申請した。年内の残り2試合は出場停止のため出ない。来年の復帰時期などについては全く決まっていない。自分がズルをした結果をしっかり受け止めて反省している。一番はゴルフでお見せするしかないと思う。また自分が頑張れるチャンスをいただけたらと話すにとどめた。寮に聞く。他の選手たちへの謝罪は、直接は誰にもお会いはしていません。この会見を今日行うことも、選手の方には伝えていないです。本当に謝らなければいけない人がたくさんいる中で、自分の気持ちの整理がつかずに、このタイミングまでご迷惑をおかけしてしまっている、やじいてよ副会長や選手会副会長を辞任。ツアーの看板選手としての責任は、世界中に、この2年間でも海外を飛び回っている選手もいる。しっかりとルールを守って自主隔離を行っている選手がいる中で、自分のこの行動というのは、他の選手に対しても大変申し訳ないなという気持ちでも言います。感染症関連の医療従事者に対しての思いは、感染症対策にご尽力をいただいている皆さんに対して一番、本当に申し訳ない行動をとった。
自分がいかに重く受け止めて、今後、行動するかだと思っていますや GT を青木、勲会長、23日に石川遼と面会し、謝罪を受けた、自分の口から話をしたい、と言ってくれたのは良かったと思う。選手会とや GT をとコンプライアンスを強化して、ゴルフ界を来年からもっと盛り上げていきたい石川遼だけじゃない。や GT を青木勲会長も、記者発表に、ビデオメッセージのみの大賓縮、カシオワールドオープン、第1日今週は、試合より、外野の方が賑やかだ。大会主催者と所属契約を結ぶホストプロの石川、遼、30、が試合に出場できず、わざわざ会場まで赴いて、謝罪会見を開いたからだ。米下部ツアー QT に失敗し、帰国後の自主隔離中に規則違反を犯して、ヤジーティオから1ヶ月の出場停止処分を受け、ヤジーティオ副会長と理事を辞任。大会前日の会見で頭を下げた。折しも当日は、来年4月に開催される新規大会、エスプスハンダ欧州、日本どっちが勝つか、トーナメント、PGM 石岡 GC 茨城の記者会見が都内で行われており、バッティングした。翌日のスポーツ紙は謝罪会見の記事が大きく、新規大会を伝えるスペースが小さくなった。大会開催に向けて奔走したエスプス半田晴久会長にとって、石川遼の謝罪会見は寝耳に水。だから、共催大会のプロアマに石川遼くんを呼ばないようにしようと思うと怒りを買ってしまった。そして欧州ツアーと初の共催大会という大事な記者発表に、ビデオメッセージを寄せただけの青木勲やジーティオ会長も賓縮を買っていた。なぜ青木会長は出席しないの？と不思議に感じた記者も多かった。どうやら、カシオのプロアマ出場を優先していい。記者発表には出なくてもいいと言われていたようです。というのも、記者発表前に青木会長は新規大会について口を滑らせていたそうです。それでは、せっかくの記者会見も意味がなくなってしまうと主催者が慌てたのです。会見に出席して青木会長に出現されても困るという不信感も、あったと聞いています。内部関係者、青木会長には前科がある。2018年に開催された優勝賞金5200万円の高額大会、エスプスハンダマッチプレー選手権の大会記者発表。プロアマ戦。表彰式と大事な行事をすべて欠席。主催者がプロアマ参加者にヤジーティオ関係者不在を謝罪し、その年で試合が終わってしまった過去があり、青木会長への不信感は未だにくすぶっているという。会長の青木にしろ元副会長の石川遼にしろ。ヤジーティオ上層部は揃いも揃って常識が欠落している。